名護市辺野古沿岸域を事業実施区域とする当該事業は環境保全上重大な問題であると考えられ、教科書で示された環境保全措置等では事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは不可能と考える。事業内容が十分に示されていない状態で手続きが進められ、教科書の段階においてオスプレイに関する情報を示すなど適切とは言えない手続きの進め方がなされた状況について言及しており、環境保全施策との整合性が図られているとの評価は適切ではないなどの理由26項目151件にわたって指摘しております。